すいません、カギタリさんを地方中じゃあ、いいですか小田さんから、なこれそうちょカメラもついてるしね、はい、小田さんから初めの一歩の駆け下しおどうやったおー、マジ、はい、すごいすごいすごい確認いただいてすごいよいいですか、うん、それはね、うん、多分あ、ビーレジェンド、はい、ビーレジェンドね、はい、ロゴビーレジェンドのロゴそうそうそうあの、あれね、あのパンツのそう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 すごいすごいもうちょっとねすごいすごいこれが、これだけだとまだ何かわかんないです、これはおちょっと、あのおすごいこれ一歩おお一歩くんおおこの、あれだよね、墨入れじゃないわ。ホワイト入ってんのが原画だよね。そうですね。めちゃめちゃ貴重だと思う。すげえ。うわ、原画。これ、年末に原画展やってたもんね。まさにあれと一緒だね。すげえ。まだあるもん。そうだよね。ここもあるもんね。いろいろオーダーして。ほう。おぉ、宮田一郎。お、仙道。仙道武志。すげえ。うおー、すげえ宮田一おうこの、うん、このパンツのところにさっきのさっきこれねロゴがこれね、言ってたもんね、はい、このパンツに B レジェンド入れてくださいっていうことをオーダーしてあったもんねすげえ講談社さん の, その担当の方曰くんですけど、うんうんうん、この、宮田と仙道の鉢姿全体のやつって、うん、結構貴重らしくて、でさっきおっしゃってたの、うん、あの原画展とかで、うん、もしかしたら、うん、うちからこうまた講談社さんの方から依頼を受けてお出しするような形になる可能性があるのでめちゃめちゃこれが貴重これはじゃああれなのなんか返すっていうことあ、一応うちで持ってていいもらえるってこと、はい、へーすごいなあこれこれこれへえ全部書いてるんですけどおおマジ一歩も入ってるの入ってますよ。ビーレジェンド様へ。そう。うわー、森川先生ありが、うわ、なんかちょっと汚れちゃった。森川先生はじめの一歩。うわー。うわ、嬉しい。マジ ?1 月21日そう。へぇー、すごい。書き上げてくれた。お正月で書くって言ってくれてたもんね。ね。いやー嬉しいなぁ、ちょっと重ねたこと。わぁ、それはクミちゃんとワンポ。いやーすげえ。これベリベリベリだね、多分ね。色的にそう。すげえ、静観もしてくれたんだ。ワンポ、わぁ、クミちゃんもかわいい。しかも B レジェンドの T シャツ着てんじゃん、これ。すげえ。こんなピンクの T シャツないけどね、作んなきゃダメだね、これ。そうですね。すげえ。いや、マジか。え、これもサイン入ってんのかな。入ってます。マジ。うわー、これは横嬉しいみくちゃんこれまだあんの覚えてらっしゃるあー、これあれだあの、高村選手が持つやつだよね B レジェンドのそうそう、B レジェンドのすげーすげーこれ、あれなんですよそっち向けようかこれね、まあ、ってことは今から出るのね高村選手ねそうそう、じゃあちょっとこれはこれもサイン書いてあるちょっとこれ一旦じゃあこのまま置いとこうかちょっとね、次が大きいんですけど、おうおうよいしょ出たー高村守高…立とうか高村守これちゃんとあれだねおのおの身長の等身大ぐらいのサイズ感になってるんだねそうですそうですだからそこだから高村でかいよね高村選手、185センチかなんかだもんねそうですすげーかっこいいこのマークも、ロゴもこれもそのまま入ってるしそうですね誰だっけ梅沢くんだ梅沢のデザインしたパンツすげえだからここに入るんだよね B レジェンドのロゴがねそうですねでこのそうそうでこのここに B レジェンドを持つんですよこういうふうにで B レジェンドを持ってこの B レジェンドを持つのがこのゴルフとマシバの B レジェンドをここに持つと2つねでこの今の一歩くんと宮田くんと仙道くんと高村選手がですね、この真ん中に一歩が入って、ここに、どっちだ仙道武志が入って、ここに宮田一郎が入って、で、ここに真柴選手の B レジェンドが入って、ここにボルグの、ボルグザンギエフの B レジェンドが入るっていう構図をオーダーしてあったんですよ。
当初ね、あの鍵谷さんが作でラフみたいなの書いて、あ、そうそうそう、そうそう、それを、あ、そうか、あのラフ、俺があの社内の会議の時に、そうそう、いやもうなんかこういう感じなんだよって言ってスタッフに見せるのにビビビビって書いたやつがあるの、そう、会議中にこう書いてたやつで、そう、当初は普通の B レジェンドを持たせるはずだったんですけど、そうそう、そう、高森川先生がね、そうそう、森川先生が、森川先生がこれやるんだったら、そう、マシバとボルトにしましょうよ、そうそう、今これだけ仙道、宮田、高村って出てるんだから、どうせやるんだったらやっぱり人気の選手にしたらいいんじゃないって言って、ボルグ、マシバあたりどうですかって言われて、で僕が木村と青木はどうですかって言ったら、いや、おちゃらけ路線じゃないから、ここはボルグとマシバだろうって言って、あの森川先生に叱られるっていうね、そうですね、ブロッコマンとか入れたいとかって言ったら、いや、あ、ダメだ、すごかったんだ、これ危険だな、シリアス路線なのにこれダメでしょとかっつって叱られちゃうっていうね。このパロディは実は森川先生の、うん、パロディじゃない、ガチだよ、ガチでそうですね、パロディにしようと思ったら怒られたんだから、これは上がるね。え、でもそのさ、また去年みたいな原価点があるときに返さなきゃダメってこと？これ全部一応うち用で、うちがもうもらえてる、はい、もう買ったってこと？あ、そうです、すげー、これはお宝だ。これをスキャンして、まあ、パッケージ組んでいく、うん、なるほど、これは一旦鍵付きに入れておきますね。すげー、これ原価だよ、上がるわ、上がるわ、これマジ。ところでこの動画の着地はどうなるの？この、まあ、ただ俺が喜んでるっていう動画、まあ、それは鍵谷さんがやっぱりの、まあ、喜んでる動画を撮るっていう、そうそう、そう、そうだよね、俺が初めの一歩やりたいっつってやったから、やっぱり企画段階から喜んでて、昨年末に2人とで講談社さん、そうだよ、これまだこれ公開まだしてないよね。あ、そうですね、まだしてない。講談社さんいたらすごかったですよ、あのね、講談社さんに行ってきたんですけど、で行ってきて、まあ、森川先生とお会いして、では向こうの編集者さんとか担当者さんとか、結構まあ何人か上役の方もやっぱりね、森川先生、キャリアも長いからやっぱ重鎮で、結構ね待遇も結構すごくて、ちょっとこっちもドキドキしたんですけど、でももう初めの一歩当然ね、全部126巻だったかな、全部読んでいったんだけど、やっぱりね、久しぶりに読み返すともうやっぱ熱いのが込み上げてきて、もうなんかの、森川さんだいぶ言ってたもんね、いや今日仕事で来られてるんですよねとかだいぶ言われてたもんねそうですね、やっぱそれぐらいノリノリで、なんかああしたいこうしたいみたいなことを言ってたら、今日仕事ですよねとかって森川先生に立ちなめられるっていうシーンが何度かあって、でまあそのサイン書いてもらって、実際プロテインも飲んでもらって、そうですね、先生自身がボクシングジムやってね、で森川先生ジム経営されてるから、ね、兼ね合いで結構やっぱりその出すならいいものを出したいっていうところがあったので、ね、うん、事前のこうやり取りというか、そうそう、もう重ねた上でのああいう会だったので、まあ、真面目だよね、やっぱり森川先生すごいな。そうです、これもあれだもんね、だからデジタルじゃなくて原画とかもやっぱりそのパソコンじゃなくてその手で全部やって、ね、そうですね、あれもないもんね、電子書籍とかもないもんね。あ、先生もそうですね、なんともしないと、ね、うん、こだわってらっしゃるね。いやー嬉しいな、電プシーロールだね。そうですね、こうなると、いやもうこれ結構今到着ほやほやなんで、早速スキャン業者回して、そう、送る、手配する前に店に来てくれたわけ、ね、あ、そうです、ね、ありがとうありがとう、これはそれを見たかったよ、これかっこいいよ、もうなんかすごいな、トレッシングペーパーそのままだけどいいかな、なんか唾飛んだら嫌だな、これはかっこいいよね、高村守、そうそう、これも言ったんですよ、高村選手はクマに引っかかれた傷はある状態の時にしてくださいねって言ってオーダーしたら、なかなか細かいオーダー出せますねって言って森川先生に言われて、最初言ってたもんね、一歩くんは坊主にしなくていいのかみたいなことを言われたから、割と最新、そう、今一歩くん坊主なんですよね、最新号では、だから坊主にしなくていいのかみたいなこと言われたんだけど、いやもうそれはこのもうボサボサ頭にしてくださいっていう話をしたんですけど、いやー嬉しいな、すげえなー、これは
いや、これもすごいじゃん。これは少年マガジンのこの、あの、何なんていうのこれ。原稿。なんていう、何ていう、あ、これだ。少年マガジン特製漫画原稿用紙って書いてある。国宝って書いてある。これ実際本物じゃん、これ。あの、森川先生に限らず、マガジンに、あの、寄稿してる先生たちは、これに書いてるってことだもんね。おそらく。すげえすげえすげえ。高村用、一方用、先導用、宮田用って全部書いてくるからね。宮田選手だけだから横向きだから、B レジェンドのジェンドしか見えないよね。うわぁ、すっげー嬉しいなぁ。これは上がるわ。そうだね。いや、なんか、あ、すいません。なんか一人で見られると。あの、改めて森川先生、本当にありがとうございます。いい作品をいただいたので、いい商品にしますので、ぜひ、販売楽しみにしておいてください。またご挨拶上がりたいと思います。いつも、お休みのところ、貴重なお時間で書いていただいて、本当にありがとうございます。ということで、こんな感じで締めたらいいのかな。そうですね。早速、ね、もう、はい、しまいたいので。はい、あ、そうですね。あんまり、なんか、空気に触れるとダメなのかな、これ、ね。わからないですけど。そんな感じだよね。はい、絶対、あの、なんか太陽も紫外線とかダメだよね。本当は良くないんでしょうね。だって、あれも、トイシングペーパーもあるしね。なるだけ入ってしまいます。そうか。ということで、これから、これは商品になりますので、皆さん、楽しみにしておいてください。ということで、皆さん、始める一歩、大絶賛発売中ですので、本の方も、忘れてました。読んでください。忘れてました。お手紙。なんだよ、大事なもん忘れるんだよ。何これ、 B レジェンド様。おお、見て、森川ジョージ。すっげえ。ちょっと待って、あのね、俺もおっさんだけど、森川先生も結構おっさんなんだけどね。 おっさんからおっさんのラブレターが、ラブレターじゃないのかな。あー、これあれか、ちょっとなんか家の話ですから、うん、まあ、あの、大丈夫っちゃ大丈夫だけど、見せない方がいいかな。でもこれ身長のあたりですね。そう、これがね、これなんか身長出てたかな。あー、すごい。キャラクターを合成する際の目安は、幕の内一歩約163センチ、宮田一郎約175センチ、千堂武史約172センチ、高村守約185センチですって書いてあるから、公式身長ですよ、これね。これだけ見てもいいかな。もしよろしかったら手元に置いてあげてください。また何かありましたらお気軽に声をかけてください。森川ジョージ、森川先生から。すっごいなぁ、森川先生。これを読んだ後でさっきの森川先生コメントだったよね。そうね。なるほど、はい、ありがとうございます。先生、いいものに仕上げますんで楽しみにしておいてください。全国の初めの一歩ファンたちが喜ぶと思います。はい、ということで、いいものに仕上げます。ありがとうございます。